コーチ、臨時のスペシャルコーチを呼びました。臨時スペシャルコーチ、揃ってない、揃わないと帰ってくるから、はい、これがきついなって思ったら多分試合にも勝てないから、最後まで決めきるっていうのはすごい大事なんで、しっかりあそこに決めきるっていうのを大切にしていってください。チームとしてのディフェンスの強化はもう必須なので、そのためにあのメンバー補強を考えています。ぜひこのウィナーズに入団してもらいたいという気持ちがあります。僕もなんか力になれることがあればしたいなと思ってたので、もっとできるな、今からでもできるなってなってたんで、めちゃくちゃ嬉しいです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。6-1で。6-1行こう。6-1だよね。6-1だよね。はい、集合して。はい。お、今日集まってもらったのは、まあ、青森山田戦、まあ、みんな戦ってもらって、対戦しないといけないことたくさん出たと思う。このチームは本当に特になんだけど、まずはそのセンターバック上げ方を出す、そこはねもうディフェンス力を上げてもらう、ウンパはボランチとして そのプレッシャーのかけ方、守備力、あとボールの受け方、アイムはドリブルっていう武器があったけど全然とやっぱね歯が立たなかった部分も多くあったから、そこの攻撃力向上っていうところ、あとコウジロウとかけるはハイプレッシャーの中でどうやってボールキープするか、チャンスメイクをするかっていうところ、まだまだね、伸ばしていかないといけないと思う。今日梅ちゃんはちょっと怪我で、すいません、うん、休みということでちょっと見てもらいながら勉強してもらいたいんだけど、はい、チーム力っていうところの向上と個の向上をするために、まあ、今日は集まってもらいました。今日はね、本当スペシャルコーチ、臨時のスペシャルコーチを呼びました。みんなのレベルアップ向上のためにちょっと早速ね、呼びたいと思います。すいません、お願いします。はい、どうも。やばっ、でかっ、こわっ、おはようございます。やばっ、よろしくお願いします。やばっ、ガチ紹介はいらないと思います。してよ紹介は、ちゃんとしてよ。中澤裕二さん、お願いします。田中丸氏、よいしょ、いらいます。そうだそうだ、スペシャルコーチ、20年ほどサッカーをやらせていただきました中澤と申します。今日は少しでも皆さんの力になれるように田中丸一人が頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ナスとはね、オリンピック代表の時一緒になってね、とんでもない初戦でチョンボール、そうね、そうね、結局ボールだと、そう、こういう厳しい世界で戦っていかないといけないんで、皆さんもね、今日ねつもりで、坊主させるつもりで教えに来たのでよろしくお願いします。皆さんこんにちは。初めまして。皆さんすごい緊張されてると思うんですよ。子供は僕も緊張してるんで、また緊張して何もできないとちょっともったいないんで、自分が持っているものを全て出し切ってサッカーうまくなっていきましょう。よろしくお願いします。ということで、はい、はい、スペシャル臨時コーチ、今日はねみっちりと特訓してもらいたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。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 で、センターバックの2人。センターバックの2人は、はい、はい、まあちょっと幅がね、どうしようもないっていうのがあるけど、戦術面では4バックでやってる。4バックとか、まあインスタントやった時に、まあ一番気にかけて、やっぱお互いの弱点。うん、こういう弱点ある、こういう弱点あるってお互いを知った上でやらなきゃいけないこと。なぜかというと、カバーをするのがもう当たり前なことです。トゥーリオだったらここは大丈夫だけど、おそらくトゥーリオだったらこっちに抜かれたとしてもこっちに抜かれる、こっちは絶対に抜かれない、なのでこっちに行ったらお願いします。それを常に90分通してどんな局面でもそれをいちいち確認しなくても大丈夫なように、常に日頃から話をしておくっていうのが一つ。イージーなミスはどうしてもディフェンスではね、あっちへ行けないっていう、ちょっとでもリスクがあることを避ける、これはクリアにして もう体の体勢にして、基本的にあんまり不利な体勢にならないです。ディフェンダーは常に自分の目の前で敵を置いてプレーする、そこにちょっとしたことを練習できていると、はい、はい、お願いします。そしたらね、まあキーパーがいるっていう想定してちょっと並んでください。もうこの時点でもボールがここにあったとすると、
やっぱ体の向きが大事。この人が突っ込むと絶対ダメです。こういうポジションだと一番不正しやすい。この人はカバーしきれない。基本的に後ろからちゃんと前にする。ちょっと蹴るんでそこの動作だけで大事よ、はい、距離開けないね、はい、こぼれ球が来るから、はい、いい？ボール蹴るから、ボール蹴るからね、はい、ボール蹴る、あのクリアすればいいだけだ。ボールにアタックする人でカバー入る人でセカンドボール人、いきますよ、そう、OK して、はい、言ってください。もう言った。で、一つ今クリアしたんだけど、クリアする前に回り動かない。ボールがどこに飛ぶのかをまず把握しなきゃいけないんで、そこで今フリーで競ってるけど、実際にはフォワードがいるから、フォワードと競った時に綺麗に跳ね返せる保証はないから、よりリアルなことを考えた時には実際には人が競ります。なのでちょっと動きが速いので、もうちょっとカバーを僕のサイドバックのカバーして、で、セッターバックももうちょっと揺らない、はい、もう今でもダメだよ、ライン揃ってないもん、うん、話聞いてる時もやっぱそういう意識ないとやられる。ボールがどこで、意識はラインを揃うこと。今もうぐちゃぐちゃです。パートナーとの幅も考えて、広すぎず狭すぎずしっかり、はい、ちょっと上げてラインを、ちょっと上げる、はい、揃ってない、あれ上げるのに揃わなきゃダメよ、ちょっと揃うんだよみんな、はい、そこでリーダーシップを取る人がセンターバックなのか、アップライン上げてライン下げるとか、そこら辺のリーダーシップを 取っていかないと、それは誰でもいい、大丈夫です。めちゃくちゃ質高い練習やと思います。ほんまにほんまに早く入りたいです。行くぜ。 OK！ 上げる上げる下げる、はい、揃って、はい、上げる下げる、ちゃんと揃って、いや、もう一回下げる、もう一回上げる、もう一回上げる、これを繰り返して、はい、細かいことだけど、上げるときもただ上げるじゃなくて、常にアラートで上げる。例えばフォワードがもしかしてここに来るかもしれない、そのときに多分アップしてこうやって上げない、多分こうやって常に体の向きを変えなきゃいけないから、いないから入って入って、こういうのは多分ディフェンスとして向きとしては間違ってる。体の向きなんかもまだ向こうだから、はい、今チームに足りないことを的確に練習の中でこうメニューに組んでもらって指導してもらっているので、いや本当に山田さんもあのチームとして、まあ、守備のブロックもそうなんですけど、どうやって自分たちでこうそれぞれカバーし合うかというのがすごい課題だったので、今本当に足りないことを本当に良質なコーチングの中でやっていただいているので、もう本当ありがたいですね。いや、緊張感が一気に、みんなも顔もめちゃくちゃいつにも増し真剣ですし、本格的な練習になってきたなっていう、楽しみですね、今日の練習。いきますよ、下げる、はい、ボール、さあ戻るよ、サイドバック戻るよ、そう、その後前向いて、そう、そしたら上げる、そしたら上げる、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 そうそうそう。でもこれをきちんとできるとできないで、点取られるか取られる、これ来そうだから、これを90分やらなきゃいけない、これがきついなって思ったら多分試合にも勝てないから。 OK、 じゃあちょっとフォワード入れます。イメージはできたよ、はい、イメージはできたよ、これこれ、トリミさんで回すけ、ここで2枚でこうボール回すから、で、俺が行ったら出てくる、俺の2人2人で、あんまりこのゴールから離れないから、ただどっしり構えないみたいな、ゴールがあってまあ、基本的にクリームフィールの幅ぐらいだ、あんまり出されない、そしたら一人になっちゃう、めちゃくちゃ戦うと、こうでっかい人がいると結構キープされやすいスペースがあるから、いくで、よしよしよし、はい、はい、イエイ、はい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 、は
よ。なるほど。落とし方うまっ。問題は揃えること。これね、簡単そうでものすごく難しい。信用する後ろを揃う。声かけなきゃダメ、絶対に。それは別に間違っててもいいから声かけよ。まず声を出すことからやんないと。あ、どうしようかな、どうしようかなって思ってると、もう局面ってどんどん変わっていっちゃうから、まず出すこと、自分の思ってること言わないとダメよ。思ってること、瞬間的に思ったこと言う。揃って、おー、あ、いや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 、おー、ね、ボール来るかもしれない。なあ、ラスク。でも横はなってるよ。これはね、ボコボコにされてる理由わかる。この守備じゃ攻撃もできない。結局始まりはディフェンスだ。声もなんかコミュニケーションもいまいちです。コミュニケーションもっとなんか喋っていいよ、全然。やっぱディフェンダーってのは喋らないと始まんないから。特に今の現代サッカーっていうのはもうサッカーのスピードが上がってるから常に。喋らなきゃいけないスピードも上がってきてると思うんだけど、でもその中で思ってることを常に情報として伝える、この能力も上げていくことも大事。そのためにはサッカーを理解しなきゃいけないから、頭の中でもサッカーをやっぱり理解してほしいなと思います。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいろいろと言ってくれたけど、基本もいいとこだから。本当声が出てないもう顕著に出た。上げろとかさ、出せるじゃん。俺が途中から出てるでしょ、青森山。あれ声出すのってみんなを動かすためよ。だから今足りないのって誰かのために誰かが犠牲にならないといけないんだよ。疲れた時に声出すんだよ、誰かが。それがチームがやっぱラインが揃ったりとか、そこをねちょっと意識しながらやっていきましょう、練習。本当に貴重な機会なんで、はい、OK、じゃあ次の練習いきましょう。はい、はい、あの奈良さんがやっぱ基礎って言ってたじゃないですか。あれができてないっていうのは、なんかセンターバック失格だったんだなって痛感しました。まあ、僕らがそのどれだけ基礎ができてないかをまあ改めて実感して、めちゃくちゃ勉強になってますね。日本の最強センターバック2人に教えていただけるのはめちゃくちゃ貴重なんで、いろんなことを教わりたいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。守備する時間が長くて、まあ、攻撃する時間が全然なかったと思うんですけど、カウンターの攻撃を持ってれば守備もアグレッシブできて、まあ、もっといいや追い方だったり、まあ、もしくは得点までつなげられると思うんですけど、まあ、まずはそこをフォーカスしてトレーニングしていきましょう。はい、はいはい、最初全員攻撃しましょう、はい、サイド右と左と中盤の選手、ここからサイドを立って、まあ、ここで奪ったと固定して、で、フォワードに当てて点作ってもらう。で、ここに中盤が前向きにサポートする、前向きにサポートする。で、逆サイドが入っていく。攻撃にかかった人もあそこ中に入って、自分たちがあのリトリートしてボール奪ったところですぐフォワードにつける。早く縦に展開して、まあ、できるだけ早くゴールに攻められるようにしていきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、あー、いいね、素晴らしい、よっしゃー、はい、はい、いやー最高、うまい。最後まで決めきるっていうのがすごい大事なんで、ゴール全然大きさ違うけど、しっかりあそこに決めきるっていうのを大切にしていってください。もう出した人をすぐ走っていかないともう追いつかないから。ナイスボール。グー。
イエーイ。スピード落とさないこと、反対の関わってない人たちも最後関われるようにボール前に詰める、意識してる、ここだととても大事なんで、次は青森山のやっぱりもう1点返せる、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、今のトレーニングは自分の長所である足の速さを生かせる攻撃だったので、まあ、山田戦では1回もその攻撃パターンができなかったので、まあ、自分の攻撃をもっと磨いてカウンターで一発締めたいと思います。僕がカウンターの最初の起点になると思うんで、平山さんおっしゃってたようにスピードがカウンター命だと思うんで、そのスピードを落とさないようなパスをフォワードだったりサイドだったりにつけれるように頑張っていきたいと思います。次は、守備もう一回で、単純なゴールキックで裏側行っちゃうの多い、やっぱりヘディングで反らされてる、世界でずっと戦ってきて J リーグでも 1位2位を争うセンターバックだったし、いろんなやり方もあるヘディング、だから単調なゴールキックを跳ね返すところだし、サイドから そのクリアの仕方とかもちょっと指導してもらいたいな。そこら辺お願いします。はい、お願いします。お願いします。まあ最低なのは被ることやもんね、もう入れ替わってそのまま行かれること、これはもう絶対的に避けなきゃいけない。今までやってきた攻めのヘディングのこといい、一旦頭から解けてもらって、守備の時に必要なヘディングの、まあ、やり方っていうのをちょっと覚えてもらいたいなと思います。はい、はい、はい、いい、大丈夫、簡単なやつでいくね。はい、はい、あ、OKOK、 結構大変ですね。いやこれは多分ジャンプとかの以前の問題になるでしょ。これじゃヘディングできる、こうじゃヘディングできる、手は基本的にバランス取るから、はい、羽のようにこう、まずはここね、しっかりこれやもん、いくよ、はい、これをやっただけで、はい、まあちょっとね、ちょっとさっきよりはいい、さっきよりはいい、さっきよりはいい、いきます。 OK、 OK、 おー、いい、こうじゃない、こう、何人かやっぱそのまずヘディングのフォームができてないっていうところと、あとは目をつぶってるのが分かっちゃうね、まあ、つぶりたくなる気持ちも分かるけども、できればしっかりと最後までボールを見てもらいたいっていうのと、全員がボールに対して正面でヘディングする、これも一つのヘディングのテクニックなんだけど、誰一人として体を斜めにしてヘディングしてる人がいなかったんで、斜めのヘディングもできるという。だからこうじゃなくて斜めで、これなんかも一つの競り合いの技術の一つ。やっぱ手が上がんないね。これでもね、これでジャンプになるんだね。はい。ヘディングできると大丈夫。ああ、悪くない悪くない、これジャンプしない、うん、自分がいけないと思ったらジャンプをしてた、ジャンプの着地するまでこう入れ替わる、いきまーす、はい、OK、 おい、難しいよな、もう行って戻らなきゃいけないから、もう一回ボール来るよ、はい、ユースさん意地悪くなるよ、はい、はい、これあくまでもねヒントだから、自分たちで何を見つけなきゃいけない、形を見つけるのは自分たちやから、これ基礎編だけど、あの今ユージさんも言ってアーリークロスとか応用があるからね、応用があるから、実際には今度は戻りきらない状態でヘディングとかクリアしなきゃ状況あできないしなきゃいけない状況も出てくるから、あくまでもこれ一つのシーンだけど、これでとらわれない、ね、いろんなシーンがあるから、でフォワードもいて、でディフェンスの人数も関わってくるし、時間帯疲労度いろんなことも考えて練習をするよ、あくまでも試合で生かせるための練習なんで、試合のための練習を意識してやってくれればもっと良くなるのかなと、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。2人に、まあ、強い相手が強い相手と対戦するときに攻め込まれることがやっぱり前回の青森山田さんとかもほとんど攻め込まれてて、攻まれる時間帯が結構多くあるときに、どういう心構えと、どういう声をかけるとか、どう
タリティで戦ってたのかっていうのをちょっとそれぞれに聞きたいんですけど、相手をしっかりとリスペクトはしながらも、やっぱり勝つためには、ね、守る時間帯も必要だから、そのただ守るのではなくて、じゃあどのようにして例えばボールを奪って、そこからどう攻めようかっていうことも考えながら、ただ守るのではなくて、ゴールを奪うために、じゃあ今自分たちはどういったポジションで、どういったシステムで守ろうかなっていう、で多少パスは回されるけれども、逆に回されてるのではなくて回させてるっていう面であって、それを嫌がらずにしっかりと、90分通してやるっていうことでいいのかなって、ゴール取れねえやとか、ちょっときついねって思い始めたら、そこからほころびが出る、ゴールを奪うためにシュートを打つために、そこからどう攻撃をするかということを考えながら守備をすることがいい。というわ、いや俺常にね攻めたい人だから、あんまり守備してる感覚でやってない。みんなゆずさんも言ってるよ、このボールどこで取ってどこまで攻撃につなげるか、そういうことしかないの。自分なんかもう守ってる時こそ攻めのことを考えてる。それをイメージするとサッカーも楽しくなる。本当に勝ちたかったら、もうその悔しさをずっと持ち続けなきゃいけないですね。しっかりと自分の課題としてね、持ち続けることってのは絶対に成長につながる。お願いします。はい、しっかり胸に刻んで、はい、はい、ください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱボールを扱うことは多分全然上手だと思うんですけど、やっぱそのディフェンスとしての例えばポジショニングだったりとか、その体の向きとか、守備戦術の中で 大前提になることがやっぱり初めてだったのかなっていう感じはあったので、頭の中さえしっかりとサッカーのこの守備っていうことを理解していれば多分すぐにできると思います。なんですけども、これやっぱね、おろそかになっちゃうのが、守備の欠点なのかなと。やっぱ点取られるっていうのは、こういうちょっとした隙からね、やっぱり失点ってなってしまうので、ボールが扱うことは多分上手かもしれないんですけども、それ以外のね、本当の守備っていうのは地味なんですけども、これを90分やることで失点が多分格段に減ると思います。はい、いやウィナーズだけにね、もうちょっと伸ばしてもらわないと。ちょっとね、一人でサッカーやろうとしてる、やっぱチームのスポーツですからね、チームとして固まっていかないといけないと思います。そうですね、まあでもあれがもう本当基準というかスタンダードなんで、いやまだまだ本当に足りないっていうか、あれを厳しいと捉えてほしくない。あれぐらいのことで俺はやれるよとか、反骨心じゃないですけど、俺が声を出して引っ張るんだよみたいなリーダーシップを期待してますし、厳しい指導を仰ぎながら、はい、成長していってほしいですね。はい、OK、最後は平山コーチ、とにかくゴールね、点決まらないと勝てないし、まあ、そこは特に前目の選手、前目やる選手はもう特に意識してほしいということで、まあ、これから平山コーチ、はい、お願いします。ゴールするためにやっぱりシュート、まあ、ここをテーマにトレーニングしていきましょう。まあみんな体の向きを、ね、ディフェンスと一緒で、攻撃もチャンスがあるんだったら半身の状態で受けて置いてもすぐ打てる状態を基本的に作る、まあ、やっぱゴール前なんで相手もいるから、トラップからシュートまでを早くした。シュートを右か左どっち蹴ってんのかまで意識して、おっしゃ、 2,3 メーターしかスペース空けないから、おい、おー、素晴らしい、おー、素晴らしい、ナイス、オッケーオッケー、ナイス、こっち、いいよ、はい、よっしゃ、ダイガン、ダイガン、ナイス、タッチ、ナイス、ナイス、タッチ、おー、グッドいい、ナイスタッチ、ナイスタッチ、グッドナイスナイスタッチ、よー、特にフォワードで平山選手は高いだけじゃなくてボールの受け方も良かったし、センタリングの入り方、みんな早いよね、やっぱどうしても入りすぎちゃうとか、そこ
こら辺をちょっと指導してもらいたいのでお願いします。ちょっと、はい、まあ、一番最初にポジション取りの ところで、まあ、できればディフェンスのこの後ろに入ってほしい。でもちろん相手のディフェンスも後ろですし、ディフェンスの間にポジションを取る。 できればこのままこのライン間の線で受けてゴールできればそのままです。もちろんあそこの状況をフリーっていうふうに仮定して、で相手が対応してきたときに入っていく。ゴール見えて自分のマーク見えてっていう状況をこの体の向きで作る部分はとても大事。その中でここを駆け引きしながら、あと向こうの上げるタイミングを測る。キッカーの癖と自分がもらいたい場所をこうすり合わせていく、まあ、トレーニングの中でっていうのを大事にしていく。はい、はい、はい、ナイスクリア。で今のもしっかりディフェンス見てれば、ディフェンスは先に動いてるから止まって相手は割れるからそこを狙って、はい、グッドタイミング。狙いながらニヤに、ニヤ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、自分もあの怪我してからなんかあの手取れる場所とかタイミングとかすごいあの動画見たり、いろんなフォワードの人の動き見て勉強して、なんとなく掴めるようになって、でそこで自分の中でのポイントとしては、まあ、ディフェンスと駆け引きしながらボールが来たら絶対手取れるよっていうポジションを取り続ける。来なくても、まあ、他の味方が来てくれる。ディフェンスはこういうフォワードに対して、まあ、ほったらかしには絶対できないから絶対ケアしてくれるし、ハードワークだったりディフェンス面だったりポストプレーだったりすごいあのフォワードが求められるのは役割は多くなってきてるけど、結局手取ってないとフォワードの仕事じゃない。そこできてさらにハードワークもできるが一番ベストなんで、まあ、そこを目指してほしい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回はスペシャルコーチ3名の方に指導してもらったんだけど、ちょっと一言ずつ最後にこのエールをウィナーズにつけてお願いしたいので、試合のための練習をね、やってもらいたいなと思うし、多分あの素材としてプレイヤーとしては多分僕なんかよりもすごく上手なので、あとはもう志とモチベーションを持って絶対に勝つんだと、目標を持ってそれに向かってみんなでね、あの手を取り合ってチームワークを作ってやっていくんだっていう思いがあればね、結果残せると思うので、そこを、頑張ってもらいたいなと。ただそれって持ち続けるのって結構大変なので、悔しいかもしれないけど、この 6-0 で負けたことは絶対に忘れずに持ち続けてもらいたいなと思うし、それを意識しながら日々のトレーニング、何が足りなかったっていうことを自分たちでしっかりと、ね、認識しながら励んでもらえれば、必ずあの一歩二歩前に進めると思うので、そういったことも踏まえながらこれから頑張っていただきたいなと思います。まあサッカー自体が楽しい、それはもう間違いなくボール蹴る動作って、まあ、楽しいやつで、ボールがやっても楽しい。これ強いチームでサッカーするもっと楽しいことだからね。これを目標に、本当にサッカー自体が楽しい、いや強いチームでやってるのが楽しい、それぐらい感じられるようなチームだと思います。チーム名がウィナーズ、まあ、試合にもちろん勝つことも目標ですけど、まあ、あの自分自身勝っていく、昨日の自分に、今日の自分に、明日の自分に勝っていけるように頑張ってください。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今日スペシャルコーチを招いて、特別なレッスンをちょっとしてもらったんですけど、攻撃と守備ということで、で何のために、ね、あのこの時間を持ったかっていうのを考えてみます。まずはでいろいろ、ね、
教えてもらったんだけど、でも本当基本的なことだから、攻撃にしても守備にしても基本的なことを教えてもらった。だからプラスアルファ、あの皆さんの経験値をもとにあのアドバイスとかいろいろしてもらったけど、それをもう本当に生かしてほしい。こんな場はないから、俺も勉強になったし、はい、自分で持ち帰って今後のね、あのスキル、自分のスキル向上につなげてください。最後になるけど、トゥーリオとユージさんにこのディフェンスで、ね、上げ下げってやった時、あれでも顕著に出たから声も出ない、ラインもバラバラ、ポジショニングもバラバラ、まあ、やっぱあれだと守りきれない。誰かのために犠牲になるんじゃないけど、きつい時に声を出す、きつい時に誰かを助けてカバーリングしてあげるっていう気持ちがこのチームには絶対的に必要。それが誰が一人の僕にできれば間違いなくチームのためになりますから、それが顕著に出たのがレジェンドで、ね、サッカーレジェンドの試合だと思います。ああいう試合をね、やっぱあの多く、ね、使っていきたいので、まあ、これからも頑張っていきましょう。はい、はい、はい、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ刺激になりました、はい、なんか今日はいつにも待ちして緊張感があったんで、練習に超実践型というか、なんかもうすぐにでも試合に生かせるし、で自分たちの悪いところをちゃんとこう、まあ、厳しくでも言ってくれたので、なんかすごい改善していけばなんかもっと良くなるなっていうのを結構今日で感じました。カウンターがやっぱりあの僕らのなんだろうな、一つの武器になると思うので、あの僕がドリブルで行くっていうのもいいんですけど、まあ、ちょっとこう味方のために動いたりとか、ポジショニングいいところを取って、まあ、早いちょっと攻撃の起点になれるようなちょっと動きとかをやっていきたいなというふうに思いました。自分はクロスからの得点があんまり得意じゃなくて、裏から抜け出してキーパーで1対1とかの得点が多いので、あのクロスの中の相手との駆け引きをもっと勉強して、そのクロスからの得点をもっと増やしていきたいと思います。説得力がやっぱすごいですよね。やっぱ那須さんもおっしゃってましたけど、基礎をやってるっていう話だったんですけど、ディフェンスラインの部分で1枚連れ出されたら残りの3枚はしっかり整えておくっていう、あとサイドバックとセンターバックの距離感とか、あとまあセンターバック2枚がやっぱあれだけ喋らないと、あの2人のような連携は取れないっていうのが分かったんで、ディフェンスの気持ちの持ち方みたいな、点を取るために攻撃をするためにディフェンスをしてるんだっていう、そのメンタリティはめちゃめちゃ勉強になりました。今日本当に、まあ、中澤裕二さん、トゥーリオ、平山颯太とキャリアがある、しかも国を背負ってね戦ってきた方々にこう、ご指導を仰いで、本当に、まあ、選手たちは普段以上のモチベーションと、あとは得るものがたくさんあったと思いますし、いや僕自身も改めてやっぱり、あ、国で戦ってきた選手なんだなっていうのを納得させられる内容の練習だったので、いや本当に有意義な時間をありがとうございますっていうのと、まあ、チームとして、まあ、足りないところがもろに練習の中でも出たので、まあ、そこを今後改善していかないといけないので、まあ、勝つっていうことが目的なので、そのために、まあ、今日の時間を、ね、無駄にしないように頑張っていきたいなと思います。新しくメンバーを加えたいんですよね、まあ、トライアウトという形で練習参加してもらうっていう。どのくらいのコンディションだったりスキルを持たれてるのかっていうのをちょっと見させてもらいたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、ナイスディフェンス。コナミ